ジャック・リベットは、フランスの映画監督、脚本家、映画批評家、雑誌編集者、カイエ・デュー・シネマ・シモト編集長であり、ヌーベルバーグの中心的人物である。1928年3月1日、フランス製ヌマリティーム・ケンルーアンに生まれる。1950年5月、エリック・ロメールが主催する。 シネクラブデュうカルティエラタンから帰還し、ラガゼットデュうシネマをロメールと共に創刊する。同誌には、ジャンリュック・ゴダールも、ハンス・リュカス名義で執筆していた。キオスク店頭から、すぐなくなるほど売れた雑誌であったが、アンドレ・バザンらサガンのもう一つのシネクラブである、オブジェクティフ49による、カイエデュうシネマの創刊の動きに合流すべく、11月号をもって、廃刊した。 1952年2月、カイエデュ・シネマに映画批評を書くようになり、この時期にリベットが執筆した論文には1953年の5月号に掲載されたハワード・ホークスの天才性などがある。その後、2代目編集長のロメールの後を受け、1963年から65年まで同志の3代目編集長を務めた。映画監督としては1949年から、 短編映画の制作をはじめ、コダールが主演を務めた、ルカドリーユや、大手飛車トリなど数本を制作した。1958年から、長編映画に取り掛かり、2年後の1960年に、長編所女作、パリは我らのものを発表。同作は、英国映画協会、サザーランド杯を受賞した。本作は、フランソワトリュフォーの会社ルフィルムデュキャロスと、 クロード・シャブロルのアイム・フィルムとの共同で制作。リベット自身をはじめ、シャブロルやゴダール、さらには、ジャック・ドゥミマでもが出演した。トリュフォーは、突然炎のごとくの劇中で、ジャンヌ・モローにこの作品のタイトルを叫ばせている。本作で確立された台本を用いない即興的な演出スタイルはキャリアを通して守られている。その後、1966年にアンナ・カリーナを主演に、 迎えて制作した長編2作目の修道場発表。第19回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品されたが、その内容が反宗教的と判断されて一時は上映禁止処分を受けた。1969年にビュール・オジエを主演に起用した4時間12分の長編、狂気の愛は自身2度目となる英国映画協会サザーランド杯を受賞した。 1971年のアウトワンは上映時間が12時間40分にも及ぶ映画史上他に類例を見ない長尺な作品であり本作の短縮版として1974年に発表したアウトワンスペクトルの上映時間も4時間15分に上るどちらも日本では長らく劇場未公開であったが2008年に開催された ジャック・リベット・レトロスペクティブと題した特集上映で初公開された。また、1974年には短編を含む4作を制作。そのうちの長編、セリーヌとジュリーは、船で行くは、ロカルの国際映画祭で審査員特別賞を受賞し、ジル・ドルーズに絶賛された。1980年代には、ビュール・オジエとパスカルをジェの親子を共演させた、北の橋や、 ジェーン・バーキンとジェラルディン・チャップリンを起用した地に落ちた愛、エミリー・ブロンテの同名小説の舞台を1930年代の南フランスに移した嵐が丘などを制作した。1989年の彼女たちの舞台は第39回ベルリン国際映画祭で国際映画批評家連盟賞を受賞した。1991年、 オノレド・バルザックの知られざる傑作をもとにした美しき異世界女を発表。第44回カンヌ国際映画祭で審査ン,ングランプリを受賞した。美術モデル役を演じた女優エマニュエル・ベアールは序盤を除くほとんどのシーンをヌードで演じ、リベットと共に高い評価を得た。同年、ロカルの国際映画祭で名誉表彰を受賞。1994年には、 サンドリーヌ・ボネールを起用し、ジャンヌ・ダルクの生涯を全二部作で映画化した。2000年代に入り、2001年の恋心が第54回カンヌ国際映画祭、2007年のランジェ公爵夫人が第57回ベルリン国際映画祭、2009年のジェーン・バーキンのサーカスストーリーが第66回ベネツィア国際映画祭にそれぞれ出品されるなど、 80歳を過ぎても第一線で活動していた。2016年1月29日、パリにおいて死去。87歳坊津。ありがとうございます。